愛島積もる石塚群の愛島北塚関石塚は石を積み上げて墳丘を作っている墓である。石塚、月石塚などと呼んだ時代や他にケルンなども提唱されたが近年はこの名称に定着している。この用語は他の時代や地域でも使用されるがこの項では古墳時代に限って説明する。古墳時代にこの墓形式が存在する地域は香川県から 徳島県の一部の地域と長野県、山梨県の甲府盆地北園など一部の地域に、顕著に見られる。また、長崎県の津島、山口県の三島、その他、宮崎県、愛知県,県、静岡県、群馬県などにも見られる。中でも、全長100メートルの海浜部に254基もの石、石塚が広がる福岡県の愛島積もる石塚郡、 長野県長野市の大室古墳群、香川県高松市の岩瀬尾山古墳群、山口県萩市の三島寺井コンボ古墳群などが著名である。香川、徳島のものは古墳時代前期を中心とし、香川の岩瀬尾山古墳群では、関、石塚の前方後円墳9基、双方中円墳1基、円墳30数基がある。長野、山梨のものは中期後半から後期にかけて、 形成された群集墳に見られる。約500基からなる長野市松城町に所在する大室古墳群は日本最大の関石塚古墳群で大部分が関石塚であり埋葬施設の多くが横穴式石室である。長野県史跡である関石塚古墳群の八丁、鎧塚古墳は第1号から第5号まである。出土品として鏡、壁玉製まがま、 回駆城などがあるが、その出土境によって、これまでは6世紀以降の築造とされてきたが、5世紀代に遡るものと改められた。ありがとうございます。